iPhone OS 3は Apple が開発しているモバイルオペレーティングシステム iOS の3番目のメジャーリリースである2009年6月17日にリリースされた iPhone OS 3は2009年6月8日に行われた Apple Worldwide Developers Conference で発表され2009年6月17日にリリースされた主な新機能としてカット・コピー ペースト機能が追加された。また、スポットライトと呼ばれる端末内検索機能が導入され、連絡先や電子メール、アプリケーションなどが検索できるようになった。ホーム画面は最大11ページまで拡張され、合計180のアップを表示できるようになった。また、メッセージアップが MMS に対応し、カメラアップが iPhone 3GS でのビデオ撮影に対応したほか、 自分の声を録音できるボイスメモアップを新たに追加した。2010年6月21日に iOS4 に引き継がれ iPhoneOS3 は iPhoneOS という名称を使用した最後のバージョンとなった。iPhoneOS3 ではテキストをダブルタップするとカット、コピー、ペーストのダイアログが表示されるようになった。ペーストボタンを押すと 端末上のクリップボードに保存されているものをマークされた領域に取り込むことができる。スポットライトは端末内検索機能であり、端末上の特定の連絡先、電子メール、メッセージ、カレンダー、マルチメディアファイル、アップなどが検索できる。1ページ目のホーム画面から右にスワイプすることで、スポットライトが表示される。iPhoneOS3 では、 ホーム画面の最大ページ数が11ページに拡大され合計180個のアップを表示できるようになった。メッセージアップはマルチメディアメッセージングサービスに対応し写真、連絡先、位置情報、音声、ビデオメッセージを含むメッセージを送受信できるようになった。カメラアップでは iPhone 3GS にビデオ撮影機能を導入した。写真アップでは 複数の写真を一度に削除できるようになり、新たにコピーボタンが追加された。iPhoneOS3 では自分の声を録音できるボイスメモアップが追加された。iPhoneOS3 は2009年3月17日に発表され、同日開発者向けにベータ版が公開された。iPhoneOS3.0 は2009年6月17日に 正式にリリースされた。ありがとうございます。